俳優パトリックス・チュワートのハゲ頭マショーン・コネリー。出演作には、かつらは、装着、未装着療法がある。脱毛症、または、抜け毛とは、本人が生えることを期待していた毛髪が生えなくなった状態、あるいは抜けてしまった状態のことである。通俗的には、ハゲと言われる。生理学的には、人の頭髪の形状は、年齢や、個々人の個性により多様であり、 こうあらねばならないという正解があるわけではない。医学的には、もう密度が、生来の50%以下に低下した場合を指し、他人から見ても目立つ場合が多いとされる。最近では、女性のレーザー脱毛と混同されることから、薄毛と言われることが多い。男性型脱毛症と死老性脱毛症、老人性脱毛症、円形脱毛症、 性がん剤の投与などが原因の薬物脱毛症、反根性脱毛症、出産後に起こる産後脱毛症がある。また、精神疾患の抜毛症がある。男性の大半は、加齢とともに多少なりとも前頭部と頭頂部の毛量が減少していく。そのため、これは、正常な生理的現象であるとし、病気としては扱われない。講述するような医学的対処も行われているが、 医薬品は生活改善薬の一種であり、外科的手法は、美容外科手術の一種である。病気の治療ではないので、健康保険は適用されない。しかし、男性型脱毛症の大部分を占める AGA は、フィノステリドやデュタステリドを内服することで進行を止めることが可能になった。その場合自由診療であり、皮膚科、美容外科などの医療機関のみが取り扱っている。 AGA の原因は、酵素 5α リダクターゼの働きによって、男性ホルモンである、テストステロンから生成された DHT という、物質が原因と考えられている。この DHT が、ケニュートウ細胞に存在する、男性ホルモン受容体と結びつくと、髪の毛の正常なサイクルを狂わせてしまう。5α リダクターゼには、タイプ I とタイプ2の2種類が存在し、 それぞれ I 型 DHT と2型 DHT を生成する。AGA が出現する前頭部と頭頂部にはタイプ2の 5α リダクターゼが主に存在し、AGA が出現しにくい後頭部と側頭部にはタイプ I が多く存在している。通常、生えた髪の毛は2年から6年は維持されるはずであるが、DHT タイプ2が標的器官である。 前頭部と頭頂部の髪の毛の毛乳頭細胞にある男性ホルモンレセプターに接続すると脱毛に関するタンパクを生成し一気に毛髪の寿命を縮め数ヶ月から1年で成長が止まってしまうそのタンパク質の代表的なものが TGFβ1 と考えられている TGFβ1 は細胞の働きを調節する内因性生理活性タンパク質で サイトカインの一種である。TGFβ1 が毛包細胞に存在する TGFβ1 レセプターに結合すると毛包細胞の細胞自然死が起こり、毛周期が対抗期へ誘導されてしまう。5α リダクターゼタイプ2の阻害薬がフィナステリドであり、5α リダクターゼタイプ2とタイプ I の両方を阻害するのがデュタステリドである。これらの薬品は AGA の進行を防ぐ効果がある。これは、地下植毛をしても同じことであり、植毛のドナーは後頭部より持ってくるため、生涯 AGA に侵されるリスクは少ないが、周囲の毛は AGA の進行とともに弱毛化し抜けてゆく。つまり、地下植毛をして、フィナステリドかデュタステリドを内服しなければ植毛した、毛の実が残ることになりうる。 女性の男性型脱毛症は女性型脱毛の一部に認められ、前頭部から頭頂部にかけて全体的に薄くなる。女性にフィナステリドやデュタステリドを投与することは禁忌となっている。脱毛症の男性はヨーロッパで多く、東アジアや東南アジアでは少ないとされる。薄毛率が比較的低い東アジアでは若ハゲは 昔から軽蔑される風潮がある。近年はカツラ業界や育毛剤業界が盛んにテレビコマーシャルを流しており、若年性脱毛症を深刻な悩みの原因とする若い男性は多い。そのように人の劣等感を煽り立てて商売をする、いわゆるコンプレックス産業のあり方を疑問視する声もある。例えば日本皮膚科学会では育毛を掲げた ヘアサロンの行き過ぎた行為、発毛に関する古代な広告、人工毛色毛によるトラブル。医療者向けにまずエビデンスを提供したいと考えた、として男性型脱毛症診療ガイドラインを策定している。同委員の伊丹里氏、大阪大大学院教授によると、対象とした成分や史実は科学的な検証材料があった。むしろこれに該当しなかった。 育毛剤や育毛サロンなどは科学的な根拠がないということなどと指摘している。人間は60歳を超えると性差に関わりなく髪の毛を含む体毛が薄くなっていく。これを老人性脱毛症といい男性型脱毛症と異なり頭部全体にわたって毛の減少がある。進行には個人差があり男性型脱毛症を併発することが多い。 2016年2月5日、東京医科歯科大学などの研究グループが、加齢による、ハゲの原因が、頭皮に存在するコラーゲンの一種が減少し、毛髪を作り出す細胞が死滅するためだとする研究成果を発表した。マウスの体毛が加齢とともに薄くなるメカニズムの研究で、体毛を生産する細胞が、加齢とともに、細胞の生命維持に必要なコラーゲン、17型コラーゲン、 を自ら分解し死滅することを突き止めた。この17型コラーゲンの減少を抑える遺伝子を組み替えたマウスでは体毛の減少が少なかった。研究グループは人の毛髪も同じメカニズムであると確認しており、コラーゲンの減少を抑制する物質を探し出すことで、ハゲの治療につながることが予想される。現在、脱毛症、特に男性型脱毛症は、 病気ではないと考えられている。しかし、医学的に治療が可能である。高額な治療費をかけて対処するか否かは、本人の思考次第である。いわゆるスキンヘッド。中途半端に毛髪が残るから悩むのだと考え、完全に毛髪を剃り落としてしまう。一番シンプルで費用がかからない。脱毛症の問題が見た目よりも、むしろ本人の精神面にあることを思えば、 究極の解決方法とも言える。一方でといった問題点もある。カツラカツラは人工毛または人毛によりヘアスタイルを作って頭部に着用する器具のことである。マシケマシケとは残っている毛髪に人工毛を接着して見た目の毛量を増やす手術のことである。当然ながら接着した毛髪が伸びれば人工毛をつけ直さなければならないし、 接着した毛髪が抜けてしまえば人工毛も抜けてしまうのでカツラ以上に常にメンテナンスが必要になる。技術的には美容室や理容室で行われているヘアーエクステンションと技術的に同じものであるが脱毛者向けに営業しているヘアサロンが実施するマシケは細かく本数がはるかに多い。よって技術時間が長くかかるため ヘアーエクステンションよりも高額な料金になってしまうことが難点である。様々な育毛剤が市販されているが、科学的な臨床実験により実用にかなう発毛作用が確認されている薬品は2010年時点で以下の2種類のみである。この2種類は育毛というよりは薄毛の治療薬に分類されるものである。男性型脱毛症診療ガイドラインでも、 推奨度 A になっている。これらの薬品は、薬品付属の文書及び担当医などの診断による助言を守れば、特に早期の男性型脱毛症においては、効果が認められている。一般に、育毛剤の効果を判断するには最低半年程度、同じ薬剤を適切な状態で使い続けることが必要である。この2種類の薬剤が、世界的な販売実績と評判を得たことで、 さらに効果の高い発毛剤と認められる薬剤が世界的に研究されるようになった。医薬品ではない育毛剤では薬気泡上、発毛効果を広告で表現できないため注意が必要である。美容外科手術の一種で地下食毛と呼ばれているものである。人工毛移植手術頭皮に人工毛を挿入する美容外科手術である。地下移植手術と異なり、 移植本数に制限がなく、全、ハゲでも、手術可能という利点はあるが、人体に異物を挿入する手術であるため、免疫拒絶反応により、頭皮が炎症を起こすことがある。当然ながら、人工毛は成長せず、生え変わることもないので、抜け落ちてしまえば、再手術が必要である。副作用が多く報告されたため、現在アメリカでは行われていない。 また、日本皮膚科学会から発表された、男性型脱毛症診療ガイドラインでも、推奨度 D になっている。自下食も自分自身の毛髪を、脱毛箇所に移植する、美容外科手術である。自分自身の組織を移植するため、免疫拒絶反応が起こらない、安全性の高い手術である。また、本物の生きた毛髪であるため、日々成長し続け、抜けてもまた生え変わり、 一度手術をした後はメンテナンスは不要である。男性型脱毛症では、脱毛を起こすのは頭頂部と前頭部であり、後頭部の毛髪は生涯脱毛を起こすことは少ない。この毛根の性質は遺伝子的に決まっているものである。ため、人体の他の場所に移植しても変わることがなく、毛を生やし続ける。このような皮膚の特性は、奥田昌治医師が1939年に発見した。 この性質を利用して、後頭部の毛髪を毛根と周囲の皮膚元脱毛箇所に移植すると、移植した毛髪は生涯毛を生やし続ける。これが次元移植手術である。このような手術は米国では1970年代から広く実施されてきた。しかし、初期の移植技術では、髪と皮膚の色の違いが大きい黄色人種に手術すると、移植した毛が不自然に見えてしまったため、 次元移植手術の原理を発見したのが日本人であるにもかかわらず、日本ではほとんど実施されることがなかった。しかし近年、移植元となる毛髪がある皮膚を毛髪2から3本ごとの小片に株分けして、剥げている箇所に分散配置するマイクログラフト法が開発された。この方法ではドナーの皮膚で脱毛箇所を置き換えるというよりもグラフトの毛髪を成長させて、 脱毛箇所を覆い隠すという考え方になる。さらに数千本の毛髪を一度の手術で移植するメガセッションが可能になったことで十分な密度を得ることができるようになり、黄色人種への手術ができるようになった。現在の医学では、自芸色手術が脱毛症の最終的解決手段と考えられるが、以下のような問題点がある。なお、費用以外の問題は、 幹細胞培養による毛髪のクローニングが実用化されれば解決されると言われている。ありがとうございます。